雷鳴の道路を右に右折。右方向です。続いて目的地です。はい、ここからここに上がれるのかね。閉まってるか。どうや。わからんな。ここで歩いてみないとわからんか。到着しました。お疲れ様でした。大谷山自然公園。ここに古墳がいっぱいあるんだけどね。わかりますかね。はあ、わからんなこれじゃ。あ、看板がある。看板見てみよう。はい、やってきましたやっと。大谷山自然公園。これ。今どこんの。え、駐車場があんの。今反対からずーっと歩いていけんな、中はな。大谷1号墳と2号墳。1号墳、2号墳じゃないかね。はい。ここに古墳の、古墳でね、利用者がここに止めれるらしいけど、どっから入ってくんだろう、これ。はい、開いてるから入ってみましょう。自然公園でございます。1号墳と2号墳見ときましょうかね。 A 墳やろな、おそらく。これ1号墳書いてなかったら分からへんね、これ。こちらの方がもう竹林になってますね。こんな広いの中、紅葉で今綺麗やけど、これ1号墳かね、ここが。これが1号墳やね。33メートルの A 墳。まあね、整理されたから分からへんのこれじゃな。33メーターの A 墳でございます。ああ、これ貼ってあるね、これロープは。ここまでか。はい、入られへんな。山の上でございます、これね。ちょうど骨の上でございますね。165線横やな。ああ、今日は綺麗や。キラキラ光って。横はみんな竹林のちょっと横からな。あんなふうになんねんな。竹はものすごくね、根が張るんでね。ここ1号本、こっちが2号本か。あらあら、看板を出しがったんかい。ほら、目の前にあれだよ、あれが2号墳だよ。2号墳に行ってみましょうかね。ごめんごめん、どうぞ。怒ってるんか。かわいいかわいいね。かわいいよ。
これ15分ですかね、はい。これはね、マウンドがちゃんとね、残ってます。まあ、残ったって後でやったんだね、これ。杉山公園がすごい横やね、こうやって見ると。ずいぶんうろうろしたね。これ15分で、看板はないかね、看板は。あ、本当に15分。15分で私はやっぱり間違いなかったから、25分。この辺、あそこがそうやな、巨大な杉山古墳やろ、あの横やからね。ここ、この山になったのがここね。色になったのがここにいっぱい古墳があったんだよな。おお。あの辺の竹がいいかな、あれな。大谷山自然公園、ここは結構の広さやね、これ今どこあんの現在地。おお、ということは左から上がっていけるのかな。 これはいけるような感じじゃないかな。ほら、ひっつき虫だらけだ。あっこやな、あっこへ行くね。ここから見上がりましょうか。自然公園やからこれぐらいでええんか。あれ見えないか、仁王山見えない。二条山がちょうど二条山があの木の陰になって見えないよ。どうしても二条山見たいと思ってずっと横まで来たんだけど、はい、やっと見えた。お、ここから上がってくれるんだ。ちょっと二条山も見えられへんね。こんなところも出れんのかよ、これ。ほら、ほら出られへんな。あ、ここなんかあんな。ね、あの辺もどうやろうね、あれ、あそこね。ほら、出て駅行こうか。ここは号があった仕事かね、これ。大谷山自然公園でございました。今どこにおるんだろうね、これ分からんね。ここじゃ、ここほら、ここなんかね、なんか感じいいんだけどね。マウンドがこれ前方後円があって、これはこうなったら間違いないよね、これね、感じ的にはね。